アンドリュー・ジャクソン・ダウニング・スプリング・サイド・パーク計画。アンドリュー・ジャクソン・ダウニングは、アメリカ合衆国の造園家、苗木賞経営者。植物学と、田園住宅に造形が深く、その著書は、庭園設計の基準とされ、世界的な名声を博した。ニューヨークのセントラル・パーク造園計画の発案者でも、あるが、その計画を実現する前に、不慮の死を遂げた。その後、 セントラルパークの計画は、フレデリック・ロールムステッドの手により実現することとなる。1841年に、トリーテス・オン・ザ・セオリー・アンド・プラクティス・オブ・ランドスケープ・ガーデニングを表し、一躍その名を知られる。1846年より、雑誌、ホーティカルチャーストを編集発行する。市場でニューヨークその他の大都市に大公演が必要であることを力説していた。 このことがセントラルパーク誕生のきっかけとなる代表作にワシントン国会議事堂周辺の増援計画などがある。ありがとうございます。